差し並み、まだ十分時間はあります。谷口、シャイトヘディングシュート、3対2、谷口健三。その前に久保が触っていたか。ゴール前コーナーキックから今シーズン初めてグルージャ森岡って決めました。ここからのヘディング、うわー、谷口健三の高さ、やはり怖かった谷口健三。今シーズン3ゴール目は6試合ぶりの得点ということになりました。